はいはい。それではオープニングソング、シャモンと僕の脱羊宣言、行ってみましょう。綺麗事しか言わない、画面越しのコメンテーター、所詮金を吸うやつの奴隷として生きている。世界はそんなに甘くない、善人ずらした言葉の裏を見ろ、信じ続けて裏切られて辛い、手にしてメディアの嘘に気づけない、いつからか羊のように飼いならされてきたんだ。この国の主権はどこにある、歴史を紐解けば笑っちまうことばかり、眠ったままの大和魂、スライヤイヤスライヤイヤ、先人たちが築いた日本は死んじゃいない、例えば僕らが一つになり、立ち上がる気持ちがあるのなら遅くはない、夜明け前の時が一番暗い、いやいや暗い、いやいや、立ち上がれその足で、何度でも何度でも ありがとうございますと。ありがとうございます。まあ初の歌スタートということでね。はい、なかなかいいねこれね。いいですね。ね、歌スタートいいですね。歌スタートこれからテンション上がりますね。ね、これからそう、これでいこう。これでいこう。これでいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、聞いていただいたのは脱羊宣言という曲ですね。はい、まあね、前回で説明したからね、歌詞をね、はい。そうですね。まあまあ今日はじっくりとそれでこう堪能できたんじゃないでしょうかね。この歌詞の。えげつなさをね。えげつなさをね。そう。はいはい、はい、そう。歌にすればね、まろやかになるということで、うん、まあまあまあ、まあ、作ったんですけども、そうね、だいぶ直接的な、まあもうゴリゴリだからね。ワードが多くて、ちょっとヒヤヒヤするんですけどね。はいはいはい。ちなみにちなみに、まあまあ僕らね、はい、なんと、うん、昨日と今日と、うん、あるね、どでかいイベント行ったんですよ。どでかいイベントにね。行きましたね。行きましたね。民主主義、はい、ユースプロジェクト。あ、ごめん、フェスティバル。あ、間違えた。はい、これですね、これですよ、ね、こうやってね、あの有名な方もちらほらいらっしゃるような、うん、そうですね、僕はね、一番上の左の方がいまいちよくわからないんですけど、あ、この人は日本人、日本人なんですか。あ、そうだと思うんですけど、うん、はい、かな、なんかあれはどうかな、うん、ちょっとそこら辺知らないな、あの人。あ、本当ですか。うん、まあ、似た人は知ってるけどね。アップにしんな。アップにしないんで。いや、まあ、はい、まあまあね、行ってきましたよ、はい、これ、うん、あのね、これね、あの、あ、
スタッフの方って20代あのねこれぜひぜひねもっともうまだ1年後とかあるかもしれないんですけど、うん、これはね若者にとって政治に興味のある若者にとってはねものすごく魅力的なフェスティバルなんですよ、うん、で何かっていうとあのいろんな各政党のブースがドドドドドドって出ててでそのブースにファーって入っていくと直接そこに議員がいてその政策とかこれってどういうことなんですかとか聞けちゃうんですよそうなんですよ、うん、だから本当にその国政政党のまあ本当に立憲民主党だったり令和新選組だったり、うん、維新の会だったりってもうたくさんブースがあってですね、うん、であのそのテントに行けば、ねうん、聞けちゃうっていう感じなんですけどまあ参政党はね、はい、もう3人か4人ぐらい議員が常にいるというめっちゃいたよね、気合の入りようでですねはいはい、はい、そうなんですよねでまあ隣が社民党さんでそのまた違う隣が、はいあのみんなで作る党で作る党そう、まあ、NHK 党から名前が変更して、うん、はいはいはい、はいあのうん、みんなで作る党ってありましたけどもね、はい、ありましたね、はいまあ、僕らのブース本当盛り上がってましたよねまあまあ多分ね大体比較的全体から言うと1人2人ぐらいまあ各政党でまあいろんな人が訪れてたとしたら、はいまあ、1.5 倍から2倍ぐらいいつもいたねいたね、うん、はい多分ね、はいはい、その時にもよるけどそうそうでも大体そのなんかあの本当にその参政党の支持、うん、もともと支持するって人も当然あの来てくれるんですけども、うんうんうんまあ、ちょっと知りたいということで来てくれる人、うん、前向きな方もいれば、うん、ちょっと参政党どうなのっていう人も来てくれてね、はいはい、結構ね、うん、有意義な時間でしたねそうですね、はい、もうあのだからいろんな党をこう渡り歩いて、まあ、聞くと、うんまあ違いも分かるし、うん、あ自分にこう一番適した党は何なのかっていうのを比較できるんですよね、うん、ただね俺不思議だったのがさ、うん、自民党がいないのよそう自民党だけいなかったんですよねえなんだろうね、はい、ちょっとこれねやっぱあれか裏金でちょっと出づらくなったかなんかいなかったよ ね去年出てたのかな、うんうん、ちょっとあの自民党さんだけそういうテントがなかったんですよ ね、うんはい、不思議じゃないだって一応与党なんだから出さないとね普通は ね公明党いたっけ公明党さんはいましたはいはいはい、はいうん、だからそのね都民ファーストとかねもういらっしゃる都民ファーストってまだ国政政党じゃないですけども都民ファーストとかも出てましたし、うん、出てたね、うん、だから当然自民党さんもいると思ってたら自分はいなくて、なぜかねあいないんだと思って、うん、ただ河野太郎さん来てたわねあちょっとあのお見せしてなかったんですけども、ねうんはい、来てたらしいらしいね、はい、ちなみに、はい、自分が総理になったら何になるっていうなんか寄せ書き見たとかあったちょっとあの書かせてもらったんですけどあれ何書いたのあ僕はあの本当にあの日本人の生活に、うん沿うようなものに予算を割いてほしいと割きますと、はいはい、あの計上しますと、はいはい、いうふうに言っております、はい、まあ、 あの直接的なことはちょっと書かなかったんですけどもあそう、うん、例えば、まあ、脱炭素にお金を、ね、予算を計上するとか、うん男女平等、均等法、うんまあ、そういったものに、うん単年度に9兆円お金かけるとかそういったことはちょっとあのしないっていう感じでしないという方ね思いを一瞬する方に行ったんだしないあのそこまでお金はかけないとあの別に意味ないって言ってるわけじゃないんですけども、はいはい、でもやっぱりどちらかといえば、うん、国民の普通の生活だったり、はいはいうん、あのインフラだったり、はいはい、それが大事じゃないですか、うん、一次産業そうだね、うん、一次産業にあと少子化対策にお金を計上しました、はいはい、予算を計上してふうに書いてました農業とかね、はいうんはいはい、僕はね日本人が日本人として自分の国に誇りを持てる、うん、一人一人が誇りを持てる国にすると、はい、で一番最初にやるのは、うん一番最初にやるというか具体的な例として、うん日米合同委員会廃止それ書いてましたね日米合同委員会廃止って書いてましたね、はいはい、であとは消費税、まあせめて 5% まで下げると、はい、まあそうですね、うん、まあゼロが一番いいんだけどね学生さんびっくりしてましたねこれ知ってるって言って知らないですって言って、はい、びっくりしてたびっくりしましたはいはいはいまあそれぐらいね、はい、あのソリッドに行った方がいいんですよまあそうですねやっぱりうんあのちなみに、まあ、いろんな学生に声かけられたと思うけど、はいあのどうでしたあの感触はそうですねやっぱりその僕らが言っていることって、うん、なかなか皆さんびっくりするようなことなんですやっぱり
テレビとか、うん、メディアとか新聞では聞かないようなことを言うわけじゃないですか。はいはい、そうね、うん、例えば最近の参政党の代表の上賀総平、はいね、委員会の質問でもね、はいはい、結構面白いこと言ってたんですけども、うんうんうん、例えば二酸化炭素が温暖化に関係すると思ってるじゃないですか僕らって、うん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 、でテレビでも言ってるんですけど、まあそうね、うん、で二酸化炭素が温暖化に関係あるっていう根拠は何かって言ったら、うんうん、実は国連の IPCC っていう団体があるんですけども、はい、そこで計算した結果ですね、なるほど、2050年に皆さん知ってますかね、カーボンゼロっていうのを達成しようって今頑張ってるんですよ日本って、はいはいはい、2050年にカーボンゼロ、うん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 、二酸化炭素を実質ゼロにしたいと、はいはい、でもそれ計算してみると、うん、僕らがめちゃくちゃ頑張ってそれ達成したとしても、うん、地球全体で 0.006 度しか気温は変わらないと、はい、ほとんど変わらない、これ事実なんですほとんど変わらない、ほとんど変わらないんですよまあそうね、日本のね排出してる量なんてわずかだからね、はい、そうなんです、うん、そうなんですね、日本はもう 3% ぐらいなんで全世界的に見ても、うん、だからやっぱこれに予算をかけるのってのは僕はおかしいと思うっていうふうに、ん、言ったらめちゃめちゃびっくりしてましたね、公明党の支持の若者が、ああまあ驚くだろうね、うん、驚きました、うん、全然言ってること違うって、はい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 、うん、これが面白いんですよ、全然言ってることを党によって違うっていうのが、うん、やっぱり若者にすごい伝えたいことなんですよね、はいはいはい、うん、だからもう精一杯悩んでほしいんですよ、で疑ってほしいんですよね、うん、僕らのさ、まあ、逆にね、はい、うん、で自分なりに答えを出して政治参考してほしいと、うん、そうね、いうふうに、どこが本当のこと言ってんのかと、うん、そうです、うん、そういうことですよ、はい、うん、じゃあ僕はあれですよ、ほらね、お父さんがお母さんがどっちかはアメリカ人で、で日本人のこうハーフの子がね、はい、聞いてきたんですけど、はい、なんていうかな、日本は、うん、農業を、あ、違う違う、参政党は食料自給率を上げたいんだけど、うん、エネルギー自給率はあまり興味ないんですかっていう質問ね、そうですね、今、うん、食料自給率 38% で上がらなきゃいけないって言ってるんですけど、うん、エネルギー自給率は 10% ほどなんですよね、そうね、うんうん、だからそこに対する、まあ、答えとしては、はい、まあ確かにその食料自給率はもう近々の課題として上げなきゃいけないし、うん、もちろんエネルギーのも上げなきゃいけないんだけど、うん、まずもともと、うん、戦前から日本エネルギー自給率めっちゃ低かったやんっていうね、そうですね、うん、まあ、実はその方が言ってたのがですね、うん、エネルギー自給率上げるためにはやはり太陽光発電だったりとか風力発電とかあるいは地熱発電っていうものに、はい、いわゆるあれですね、再生可能エネルギーをやっぱり推進した方がいいんじゃないですか、はい、これって参政党が言ってることとちょっと違うと思うんですけど、どう思いますかっていうふうに質問してくれたんですよ、うん、ね、そう、すごい素晴らしい、割とね僕らも確かに、うんうん、なんかそれだけ聞くと、うん、あ、確かにそうだな、うん、まあそういう意味ではそういうエネルギー自給率も上がるかなって思うんだけど、うん、だけどよくよく考えてみればですよ、はい、太陽光とか風力とかやったとしても、うん、そのエネルギー効率が悪いというか、うん、要は普通に石油に火つけるのと、うん、風車回すのだと、うん、なんていうのかな、まあ、エネルギーのね、電気の、うん、風の強さとか、はい、天気の、うん、曇り晴れとかにも違ってくるし、そうなんです、なんかあんまりこう効率的にね電力ができへんのじゃないかと、要するに電力っていうのは、うん、もう常に同じ一定の排出、うん、稼働量が必要なんですね、だから風力だったらね、うん、調子いい時はいいけど調子悪い時は全く回れないじゃないですか、うん、それは太陽光も一緒で、うんうん、そうなると実際には活用しづらいっていうのがやっぱ問題としてあるので、うん、やっぱりそれ実態にそぐわない、うん、それはまあ理想論っていうことになっちゃうし、うん、しかも太陽光も、うん、まあ、2,30 年しか持たないし、台風とか来て、うん、ひょうとか降ったらもう穴ぼこだらけになって、もう使えなくなる、一発でアウトだからね、一発でアウトなんですかね、うん、で俺がね、うん、思ったのは、うん、いやいや東シナ海にあるじゃないかと、石油はと、そもそもね、そう、東シナ海に石油あるのに、うん、掘らない日本政府が悪いんだろうと、そう、うん、で、うん、実際まあその
中国に遠慮して掘らないことやってるけど、うん、そんなへあのへっぽこ腰だからへっぴり腰だからね、もうこんなもん政権交代せなあかんと。あ、そこまで言ってないですけどその場ではそこまで言ってないですけどまあ、まあ、ただですね、やっぱりいた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 、まあ、あのまあそういう感じなんですけども、うん、特にですね、あの日本のその食料自給率と、まあ、エネルギー自給率はやっぱり同列に語っちゃいかんということで、うん、やっぱりあのお話しさせていただいたら、うん、やっぱりその方もですね結構納得していただいて、うん、確かにそうだなっていうふうに言っていただけました。そうね。でやっぱりその僕らってあの特に日本に住んでると、あの国際情勢とか、うん、今あのどういう世界の流れになってるのかってわからないじゃないですか、うん、そうテレビでは言わないからね、新聞もね、新聞も言わないから、うんうん、でもやっぱりその実態としてどういう風な流れになってるのかっていうのを見たら、うん、結構気づきが多かったりするんで、うん、結構ね、この民主主義フェスティバルすごいね、うん、なんていうかその疎外感が最初あるかなと思ってたんですけども、はいはい、意外に受け入れてくれる。そうだね、ね、聞いてくれるんですよ。俺あれもねちょっと驚いたというか、うん、まあジェネレーションギャップというか、はい、まあ思ったのが、うん、トランプとバイデンのね、はい、こう比較、はい、これをねちょっと、まあ、勘違いしてる人って結構多いなと思ってて、そうさっき の, あの、うん、アメリカ人のハーフの方がですね、うん、そういう話を聞いてると、あ、結構賛成とってトランプっぽいこと言いますね、うん、みたいなこと言ったんですね、うんうん、そうそうそう。でもトランプってどっちかったら富裕層をちょっとこう優遇するような人じゃないんですかっていうふうに豊島さんに聞いたら、うん、ね、逆だと、逆だと、バイデンのこう支持層っていうのは東海岸であり西海岸、うん、要するにニューヨークであり、はい、ロサンゼルスなわけですよ、うんね、そういう、 こうサンフランシスコとかそういう、 こう大都市圏の、支持層が多いけど、トランプを一方で見てみてくれと、うん、トランプの支持層っていうのは内陸部の中間層ですよと、うん、だから一般の民衆っていうのはどっちに住んでるかって言ったら中間に住んでるわけだ、アメリカの大陸でいうと、はいはい、うん、つまりトランプはそっちの人々の味方であり、うん、あるから支持されてるんだよと。そうなんですよ。だからトランプは決して富裕層の味方ではないと、本人は富裕層だよねと。結構一次産業してる方とかね、そう、ま、内陸側はそうですからね、うんうん、そんな感じなんですよ、もう、そうなんだみたいなそうなんですかみたいなね、へーみたいな言ってましたね、うん、そこがまだね、その、まあ、日本のテレビを見てるわけだからね、多分彼女も親がアメリカ人とはいえ、うん、はい、うん、だからまあ、やっぱそこら辺の感じがこうちゃんと腹に落とし込んでないと、やっぱそういうところはこう勘違いしちゃうよね。そうですね。なんで日本のテレビだったらトランプ超悪者だからねそうですね、もうトランプになってしまったらどうなるのかみたいな感じの、もしトラとかさ、もしトラとかってね、あのそうなんか明るいニュースじゃないですよね、そうそうそう、もしもトランプになっちゃったらどうしようみたいな、トランプの方がいいと思うよ、バイデン。いやまあね、これもちょっと情けない話でね、うん、なんで日本のこの行く末がね、うん、アメリカの大統領選挙にちょっと手綱握られてるんだっていう、ちょっとそれもあるんですけど、まあ、それはあるね、まあ、それはまあちょっと、うん、まあそれは置いといてですかね。そうだから日米合同委員会撤廃だねそうなんですよねまあでも本当そういうもんなんだね、うん、日本の政治っていうのは本当にアメリカの影響をゴリゴリ受けるので、うん、うん、そこら辺はね情けない話、そこを早く卒業するにはやっぱ自主独立をしなきゃいけないけど、はい、なかなか ね、はい、そんな一朝一夕にはできませんよ、はい、でもみんなそういうことを知ることによって達成できるわけだから、はい、こうやってFM で喋ってるわけ、はい、そうですね、そうなんです、素晴らしい、まあ、本当に大上上位ということで、そうですね、はい、じゃあやっぱりそうね、ここで2曲目いってみましょうか、はい、ちょっと今日歌盛りだくさんで、盛りだくさんでね、そうそうそう、前回あの弦が切れるというまさかのトラブルがあったからごめんなさいね、まあまあ、本当にね、まあ、でもねあれはもうしょうがない事故だよ事故、うん、これじゃあさ、まあちょっとこういう、あ、これアズーリ初披露かな、多分そうですね、アズーリ初披露、幻の青い鳥という曲をやってみたいと思います。それでは聴いてください。見てみるな、また
叩かれ、ポスターも破られた。こんな活動嫌になっちゃうね、今だけ自分だけ金だけの世界で涙ながら描いているんだ。嘘ばかりの世界ならば一人くらいは正直諦めたら試合終了。あの人がいつか言っていたことを思い出したんだ。僕らの道を切り開こう。まあまあちょっと僕は痰が絡みましてね。いやいや よかったですよ。なんかあそうです。ハスキーな感じで痰が絡んじゃいました。いやまああれはハスキーだったことにしましょう。ハスキーですよね。ハスキーだということにしましょう。いいですね。はい、歌終わりにさ痰が絡んじゃってすいません。まあまあね、はい、48となるとね、はい、そういうことがたまにあるんでね。痰絡んじゃいますよね。はいはいはい、はい、まあまあそれもそれで味ということで味です、ね、味が出ました。痰が絡む味ってなんだろうな、やはり年の功が出ました。功ですか。年の功が、はい、いいですね。はいはいはい、ということでございました。まあまあ ね、うん、やっぱりこうね、なんか僕らね誰かに期待しちゃってるんですよね。で僕はよく話すんですよ。まあ僕もこう参政党に入る前にですね、やっぱ政治にちょっと興味持ってて、うんうん、でやっぱりこう、あ日本子供じゃまずいな、うん、なんとかしてくれないかなって思うんですよ、はいはい、でやっぱりそういう人、うん、たまにテレビとか YouTube とかで出てくるんですよ、うん、日本は子供じゃいかんとか、はいはいはい、ね、で、うん、あるいは外国の方が、うん、日本、うん、そんな陽気になるな頑張れみたいな、うん、おかしくないですか日本みたいな、ね、やってるよね、ちょっと嬉しくなっちゃうんですよ、はいはいはい、そうね、いやでも、うん、絶対そんなことね変えてくれないですよ、うん、外国の方が、まあまあそれはそう、どれだけ日本が好きな外国の方がいたって変えてくれないんですよ、うん、そうで日本もそうです、そう日本人もそうです、うん、だったら本当に普通の人が変えなきゃいけないなっていうふうに思いまして、うんうんうん、は今政治の活動してるので、そう自分なんだよね変えるのは、もう自分なんですね、うん、もう自分しかないのよ、うん、投票行くしかないのよ、そう自分投票行くしかないんですよ、どんなにね YouTube でがワイワイやってても、うん、一番は投票に行ってナイフを突き立てる、ナイフを使うか、それの表現はあかん。いいですよ、その、でもある意味ね、気持ちでね、それぐらいの気持ちで、うん、俺はもうこれだみたいな、そう、バスッと。やっぱりね、うん、投票に行くこの字の、うん、気合が入りますよ、やっぱり、投票に行くとですね、うん、そうそうそう、うん、はっって感じで入って、いやもう本当だよ、もうこれ渡して、うん、投票券もらって、そう、はい。最高の武器だからね、これが。うん、うん、そうなんです。紙切れ1枚だと思わず。で投票行きましょう。投票行きましょう、とりあえずね、うん。そういうことです。そういうことですね。じゃあちなみにまあまあ僕らね、終わった？第一回定例会。終わりました。終わりましたか。はい。私も終わりました。一周終わりましたね。はいはいはい。はい、大変な。いや、ね、どんな質問してきたのかちょっとじゃあ、はい、ね、そうですね、ちょっと報告しようかなと、うん、報告タイムということで。まあまあいろいろやったんですけど。はい、いろいろやったんですけど、まあ、教科書の話は前話したし、うん、それ以外に何やったかっていうことで、うん、それじゃあですね、ちょっとまあ、あのお注射の感じね、あ、うん、お注射もやったんですよ、はい、じゃあちょっと1枚目見ていただこうかな、はい、これはですね、まあこれも1年半ぐらい、まあいやもうかれこれ2年前か、2年前にこれ厚生労働省が出してるデータなんですよ、うんうん、でこれね、10万人あたりね、どれぐらいの割合の人が、まあコロナの陽性になったのかっていうね、はい、これが分かりやすくね、うん、1回、打ってない人、2回目の人、3回目の人っていう、まあ、こういうふうに分かりやすく図になってるわけですよ、うん、だから太字になってるところが確率ね、はい、うん、で見るとさ、うん、まあまあ3回
未接種の人より3回目の方がまあまあだんだんとさ確率減ってるから、はい、ああなんかやっぱりお注射した方がいいのかなって、うん、これを見るとそうですね、まあまあうん、そうそう、これが2年前の状況ね、はい、でこれから、1週間か2週間経った後の次のデータちょっと見ましょうか、はい、これ見るとねおちょっと気になってくるよね、はい、これが4月25日から5月1日の、うんうんうん、でこれさだんだんさあれと未接種は0回ってことでしょ、うん、2回目の人の方がまあ陽性になる確率上がっとるやんけっていう、あ、まあそうですね、年代によってはね未接種と2回目ほとんど差がなくなってきてますね、そうそうそう、なんやったら2回目の人の方ががっつり多い65歳から69歳の時とかさもう倍ぐらいいっちゃってるじゃない、うん、うん、まあそれでもね、まあ、一応ね一応効果がないとは言えない、うん、そうそう、まあ、で少しはあるのかなみたいな、だけど、はい、それでも3回目はさ一応一番少ないので、あ、はいはい、うんうんうん、そうですね、見てみると、うん、ただちょっとね65から69歳のとこだけ一番少ないの未接種やっていうね、うん、そうですねちょっと崩れ始めたんだ、はい、ね、でこの時になぜこんな一気にガラッと変わったかって言ったら、今まで下にね赤線引いてあるんだけど、あそこの赤線何が書いてあるかっていうと、はいはい、注射をね何回打ったのかわからんっていう人が記入してなかったりするんだけど、記入してなかった人は全員未接種に今までのデータ入れてましたっていうことが、うんうんうん、どういうことですか、だから要するにその打った人がいるんでしょ、打ってるんだけど、うん、何回なのかもわからんし、はい、いつ打ったのかもよくわからんっていう記入してない人がいるのよ、あ、なんか俺それ聞いたことある、うんうんうん、あれでしょ、接種日がちゃんと正確に分かってないと、うん、分からなかった未接種に入れられるってあれですか、そうそう、でそれでそれを接種歴不明の一番右の方の、うん、はい、あそこの数に入れ直したらまあこういう風になったわけですよ、ひどいですね、ひどいでしょ、ほいでね俺ねこれ厚生労働省がこれを出すもっと前に、うん、これが2年前のデータだから、2年半ぐらい前のデータでイギリスも同じようなこういうやつ出してたわけ、うん、イギリスも同じようにさだん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 ね打ち始めから2回3回になるにつれて2回目や3回目の人の方が陽性になる確率が上がっているデータがねイギリスでも発表されてたわけ、うん、でいやこれえらいこっちゃなと思って、で日本でも同じような状況になるのかなと思ってね様子見てたのよ、これ見ながら、そしたら案の定ですよ、ほいでさこれもうちょっと次のやつ見ようか、うん、これさっき4月でしょ、これ次7月ですよ、はい、7月のこの状況で見るとほらもうもはやさ未接種より2回目の人の方がもう陽性になる確率ほぼ全部の世代で多くなっちゃってて、確かに黄色のところ囲ってあるところが2回目の方が多くなってますね、うん、そうそうそう、ほいでね3回目になるとね、うん、3回目の人もだんだんさ未接種よりも、3回目の人の方が多く、なっちゃってる、あ、ところもあるじゃん、赤いところの、はい、そうそう40歳から49歳のところ、うん、そうですね、あと65から69歳とか、本当だ、うん、なんやったら65から69なんてあれ倍やで、は確率が、そうですね、ね、はい、あれあれとあれあれってなるやん、これじゃああれですかね、うん、要するに、うん、打った直後はまあ確かに下がるかもしれないけど、うん、打ってしばらく経ったらそうもうほとんど効果がなくなっちゃってて、なくなるどころか なりやすくなってるやんっていう、っていうことのこれを厚生労働省が出してるわけ、うん、このデータをね、ほい、うん、で、結局じゃあ次この1ヶ月後、はい、1ヶ月後見るとこれはねまあちょっと囲ってないから見にくいかもしれないけど、もうそうだねほとんど、あ、本当だ、3回目の人の方が多いところもだいぶ増えてきてるでしょ、そうね、ちょっと皆さん分かりづらいと思うんですけども、うん、10万人あたりの
あ、未接種の方がどの年代でももう2回目よりもさ、うん、陽性者数下がってますね。そうなんだ。ほとんど、まあ、ほとんどっていうか全部か、うん、ほぼ全部でしょ、はい、あ50から59だけか、そう80から89歳だけか、うん、うんうんうん、ぐらいだけですかね。そう、ほとんどの年代ではほとんどそうなんだよ。だからこの傾向があったらさ、これこっから1ヶ月2ヶ月3ヶ月どんどんどん経ってったら、これは小学生でも分かる、この後どうなっていくのかっていう話じゃない。そうですね。でね、このこの8月22日から8月28日までのデータを持って、はい、厚生労働省これ発表するのやめたの。なるほど。もうこれ以上発表したらやべえと。どんどん逆転現象、逆転現象になっちゃうから。最初はちょっとね、うん、なんかいい感じにね打った方がいいのかなって思ってたら、こう逆転。なんかこんなデータが出ちゃったらさ、はいはい、みんなあがあがってなるやん。はいはい、だからやめたんじゃないかっていうね。だって不自然でしょ、うん、だって今までずっと出してたの。出してたのに出さなくなっちゃった。出さなくなっちゃった。怪しいみたいな。怪しいですね。でしょ、なんで出さないので、これを、うん、このデータをもとに、うん、一般あで質問しましたよ、はいはい、うん、そしたらまあのらりくらりとした回答が返ってきたんだけど、はい、なんかよ、まあまあだけどこれをみんな知らないから、一応まあこれも勉強だと思ってね、まあそこには100人以上いるわけや、うん、区役所の人もいれば議員もいれば、いっぱいわーいるわけだから、うん、そこでこのデータがボーンと出たら、あれあれってみんなが思うでしょ、うんうん、だからまあ一応勉強のためにやりましたよ。そうですね、みんなの勉強のためにね、うんうん、もう今すぐね飲み込めなくてもやっぱりこういうのがあるって思えば、うん、多分ね判断が後々ボディーブローのように効いてくるかもしれないですし、そういうこと、そういうこと、やっぱすでにこっちの僕、うん、に関してもやっぱり、うん、他の議員さんはやっぱり表ではあんまり言わないですけども、うん、裏でこう話すときには、うん、でもやっぱり確かにちょっと、うん、最近のこれはお注射、お注射はちょっとさすがに副反応多いと、うん、怖いとまあ思うよね、うん、そう、うん、よく聞くと、はいはいはい、あると、うん、っていうことをやっぱ聞くんで、そうね、うん、だからまあ気をつけてくださいよということで、はい、まあまあ実際にね港区ではどういうデータが出てるのかっていうことが次ですよ、うん、例えば心筋や心膜炎がなることがあると、うん、お注射によって、はい、じゃあ実際に本当に増えてるのかっていうことでデータ出してみたらこうなったんですよ。通常港区では過去まあね、打つ前の3年間はさ60からまあ多くても70代80代70から80の間ぐらいだったんだけど、まあうちが始まったあとさ、ほら倍ぐらいドーン出てるでしょ。ほいで2022年なんてもう 2.5 倍ぐらいですよ。そうですね、打ち始めてからもう 2.5 倍ぐらいになってます。何があったのと何があったんでしょうと、はい、クイズにしても、はい、もう思い当たらないんだけどあれしかでしょ。いや、なんかこれおかしいじゃん、はい、うん、だからね、まあまあ気をつけましょうねっていうことをやって、うん、で次のやつをお願いします、はい、はい、まあこういうねデータはいろいろ出てるし、まあみんな多分心配してると思うから、こういう素晴らしい本があるよと、これ井上正康さんっていうね、大阪府立大学の名誉教授ですよ、うんうん、こういうコロナワクチン、あ、ね、言っちゃいそうになったお注射の解毒お注射の解毒方法をね、はいはい、うん、だからこういうのっていろいろあるから皆さんもね心配な時は調べてください。俺の友人のさお坊さんから電話があって、はい、注射のことで、はい、俺ね3回やっちゃってんだけど、はい、なんかいい本とかないのとか、まあ今元気だったら大丈夫だと思うけど、うん、まあとりあえず、まあ、万が一あるから一応この本紹介しとくよっつって、これLINE で送ってやっとAmazon のリンク先送っといたから、ね、はいはい、もしかしたら何かの助けになるかもしれないし、そうですよね、はい、っていうことでございます、うん、はい、まあ、うん、俺お坊さんやってるからさ、はい、よくあるのが、はい、まあこれもうご高齢の方が多いんだけど、
突然死が多いのよ。うーん、いきなり朝起きたら亡くなってたみたいな。うーん、まあ内心ちょっとあれなんじゃないのって思ったりもするんだけど、でもまあね、それですよって急に言うのおかしいでしょ、お坊さんが。うん、だから違うかもしれないけど、まあ一応ね、昔はさ、突然亡くなる人だって もちろんいたんだよ、はい、ただね、回あの件数が多すぎるんだよ、うん、なんでなんか 昔は語り継がれるぐらいだよ、あの、はい、あなんかね10年前にさつって寿司屋の大将がね、いきなり朝起きたら冷たくなってて、うんうん、もうその家族のね奥さんも子供も路頭に湧いちゃってね、うん、本当にあの時は困ったんだよねっていう話はねあるの。そうなんですね、うん、だからもう10年に1回ぐらいあったらまあいい方なんだけど、俺今年に入って俺3回ぐらい起き読んでるもん、うん、まあこれはね、まあ一応かもしれない話かもしれない話ですね、はい、はい、あ、コメントが来てましたね。コメント来ておりました。たいちゃん、たいちゃんさん、歌スタ、歌スタートよき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 さては10代だなってよきよきってね、よかったみたいですね、よきよき、はい、まあ、今後ともやって、はい、やっていきましょう。分かりみが深いですね、はい、歌スタート。で矢野先生はどう、はい、なんか、ね、そうですね、うんうん、今回渋谷区でですね、議会でいろんな議案が出されるんですよ、はいはい、直前に、直前にこんな議案を通しますよって、はいはい、いっぱい19、うん、今回は19ぐらいあったんですけども、うんうんうん、でその中で一つやっぱ気になるものがあって、うん、ですね、今ですね、実は渋谷区って知ってる人は知ってるかもしれないんですけども、はいはい、渋谷区、うん、男女平等及び多様性を推進する社会を、社会を尊重する社会を推進する条例っていうのがある。長いのがあるんですけど、それは2015年にできたやつでちょっと話題になったんですけども、はいはいはい、いわゆるそのパートナーシップ条例の、うん、先駆けとなった、うん、条例になりまして、はい、まあ、要するにその同性同士での、うん、まあ、婚姻みたいな感じですね。だから同性婚は認められていないので日本では、うんうんうん、我が国ではね、はいはいはい、だからそういったことをできるようにですね、条例として認めましょうと、うん、っていうのがあります、はい、まあ、でもその実態はですね、友達証明書みたいなもんなんですね、うんうんうん、はい、別に何の効力もないです、はいはい、戸籍に入るわけでもないし、ね、戸籍に入るわけでももちろんないです、はい、ただ、今回また新しくなるってなったんですね、うん、2015年現行のものがあって、うん、で次それを廃止して新しいのを作りますと。廃止してわざわざ、廃止というかもう全特会みたいな、ほうほうほう、っていうので、次は、渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例に変わると。おお、ちょっと短くて安心したわ、はい、ちょっと短くなりました。さっきより短かったね。さっきよりも短いんですけども、うん、でこれまあ人権条例をまたリニューアルしますよということで、また2024年から、はい、8年ぶりに、9年ぶりに改正となりますということなんですけども、うんうん、これね、じゃあちょっと画像を出していただきたいんですけども、うん、ちょっと本当に困ったことありまして、うん、じゃあ、2行目3行目から読みますと、うん、本区ではこれまで男女平等多様性社会推進行動計画を策定するなど人権尊重の理念と人々の多様性への理解増進に向けて積極的に取り組んできましたと。まあそうですよね、うん、取り組んできました、まあうん、渋谷は結構これこういうのものすごい、はい、日本でも先駆けだったよね。そうです、はい、うん、次いきますよ。しかしながら、はい、依然として多様性に関する理解が十分ではないこと、人種、国籍、信条、性のありよう、障害、年齢、出身地、経歴などによる偏見や差別が存在しており、はあ、生きづらさを抱える人々への支援が必要な状況にあるというふうに言ってですね、はいはいはい、さも渋谷区民の皆さん、うん、お前らまだまだ差別してんじゃねえよと、うん、もう言わんとしてることがね、うん、僕は悔しくてですね、なるほど、では理事者に言ったんですね、うんうんうん、こんなこと書いてありますけど、うんうん、じゃあこの9年の間にですね、はいはい、なんか渋谷区でとんでもない人権差別とか、うん、そういった事情とかあったんですかって言ったら、はい、ないですって言ったんですよないですって言ったんですよ。ないんかい。もうね、うん、感想で作ってるんですよこいつ。想像ではいはい、はい、なんかこの方ね、この方が、はいはいはい、要するにその、うん、条例を改正する裏付けとなるような根拠が一切ないんです、うんうんうん、ないどころか、うん、逆にですよ、うん、ごめんなさい、データ持ってくればよかったんですけども、うんうんうん、令和、3年
とかにですね、この人権条例のアンケート出してたんです、はいはいはい、組に向けて、うんうん、で着実に上がってきてるんですよ。あのこの条例の内容知ってますかって言ったら、はいはい、直近では 80% 超え 90% 超えですよ、うんうん、90% 超えですよ、うん、だからめちゃくちゃ素晴らしいじゃないですか、うんうん、渋谷区民っていうのは本当に勉強なさってて、うんうん、ね、あのすごい人権条例っていうのをしっかり理解していると、はいはい、なのにもかかわらず、うんうんうん、しかしながら依然として渋谷区民は差別が多いというふうに書いてる。これ悔しくてですね、はい、そういったことも、うん、あの反対討論として言わせていただきました、うんうんうん、ただねボカーンとしてましたけど、いやなんかこれさ具体的に何か変わったの？そしたらその実はですね、これはほとんど理念のことしか変えてなくて、うん、あんまり変わってないんですが、一つ変わったことがありまして、うんうんうん、パートナーシップ条例って要するに同性婚ができないから同性同士のパートナーシップを認めましょう、うん、なったじゃないですか。まあね、そうだよね。でもそれだとなんかすごい差別的だから。何が何がで同性もできるけど異性もできるようにしましょうよと。結婚でええやんけって言ってこの間言ってたやつでしょ。結婚でええやん結婚でええやんって。何が違うの？じゃあ結婚とこんだけ少子化がどうじゃって言ってね、うん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 、直接我が国の国益に関係するようなことじゃないですか、うん、間違いないよ。職とか人口とか、うんうん、ね、うん、にもかかわらずですね、うんうん、じゃあ異性でも認めましょうみたいなこと。異性でも認めて、じゃあ、ね、結婚とは全く違う、なんかこう どう違う？何にもないです。ただお友達承認。あ、そうです。あの お友達であることを、うん、渋谷区は認めますという条例です。うん、これです。パートナーシップでそういうことでしょそんな認めんくても別に認められることが何が嬉しいのっていうね。いやまあ嬉、うん、結婚した気分になるみたいな。そうですね、はい。でまあ、それも問題ですし、うんうん、あとおそらくですね、これこういうことをすると、うん、まあ、外国の方、まあ、外国籍の方が、ね、はいはい、近づいてきたら、まあ、パートナーシップって結構、うん、あのライトに組みやすいじゃないですか、フランクに、うんうん、そうすると、まあ、遺産相続の問題とかも多分今後起こると思います。特別縁故者っていうもの制度をなればですね、うんうん、あのおそらくまあ結婚してないけど、うん、相続人としては認められないけど、うん、時代の変容によってこれは認めざるを得ないよねっていう時代になるっていうことを僕は危惧してると、あっていうのを、あ、そうだね、あの言いましたし、うんうんうん、そうなると国益がそのままあのスライドしちゃうでしょっていうのもあります、うんうん、ごめんなさい。じゃあ次、時間ないですね。次の画像お願いします、うんうん、はい。でやっぱりね、次のカッコさん、ちょっと下から 1,2,3,4,5 のカッコさんの性の、はい、はいはいはい、性のありよう、身体的、生物学的な性、性自認、出ましたね。出たね、性自認。これもやっぱ問題でですね、性自認っていうのは、うんうんうん、要するに自分は男とか女とかを自分で決めれるわけですよ、うん、はい、はい、うん、そうなると、うん、すごく問題なことが起こりますよね。そりゃそうよ。例えば、うん、国がLGBT 理解増進法案っていうのを認めてからですね、うんうん、何が起こったかって言ったら、うん、少なくとも2件はですね、性転換手術しなくても、うん、戸籍上の性別変えられちゃったわけですよ、うん、変えれますよという判決が2件は出てます、ね、あの1件はまだあれですけど、うん、まあ、一審はそう出てます、うん、はい、あと女子トイレに入るっていうのも、うん、まあ、この人性自認が女性だから女子トイレに入るっていう裁判も、うん、あの判決も出てます、うん、ね。そういった今まで起こったことがないような考えられないことが起きているというのであるから、それも問題だというふうに言ってますし、海外で何が起きてるかっていうのも見てください皆さんと。いや本当そうだよ、うん、海外で見てて今そういったジェンダーの混乱っていうのがありますよね、当然知ってますよねって。で今何が起きてるかって言ったら、84件のですね、反 LGBT 法案が通ってるんです。あのアメリカ の、 あの、はいはい、50州ぐらいの中の25州ぐらいはもうそれで可決してるんですね、うん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 、おそらくトランプさんの支持のところだと思うんですけど、まあまあ そ、 そうだね、はい、まあ、そういうところでですね、うん、あの通っているんですよ、はいはいはい、でそれはですね、要するに過激な 性教育とかをやめろとか、うん、はいはい、やっぱり女性トイレと男性トイレは厳格に分けた方がいいよねっていう内容だったりするわけですね、うんうんうん、反 LGBT、まあまあ当たり前なんだけど、ね、当たり前なんだけど、うん、まあまあ、だからそのルールを作って、またそのルールを牽制するようなルールができちゃって、うん、もうガチガチに固められてきてるんです。で、僕の理想としてはそういう
常識とか当たり前のようなことってあんまりルール化したくないんですよ、うん、ルール化するとねややこしいのよ、ややこしくなっちゃうんですよね。 なんかさあの、うん、ほらアメリカかな、なんかね、うん、見た感じ完璧なおじさんなのよ、はい、だけどその人曰く心は8歳の少女らしいの。ほう、だから完璧なおじさんなんだけど、はい、なんか法律的には、はい、あの子、うん、8歳の少女らしいよっていう非常に気持ちの悪いっていうのをね、あれ嫌じゃんそんな、まあ、嫌というかその人はそれでいいかもしれんけど、うん、周りはってなるから。じゃあ何ですか、小学校に通いたいとか言い出すんですかっていうことなんじゃないの、うん、あもう大変ですよね、うん、あツイッターにコメントが届きました、ありがとうございます。いろいろ問題、あ宝部さん、いろいろ問題がある中でこの条例を最優先にして取り込む人たちのモチベーションが知りたい。そうですね、まあ、本当にいろんな問題ありますよ、ね、渋谷の人たちって、はい、なんでそんなに積極的なの、あのみんなもっと議論した方がいいのに ね、うん、これね実はね、あのこれまた次の次回でも言いたいなと思うんですけども、渋谷区民はそう思ってません、おそらく。どういうこと？だってアンケート取ったんですよ、うん、少なくともですね、うん、こういったジェンダーの話って、うん、まあそういうふうな質問されたら、うん、いやまあ差別は良くないと思いますって言うじゃないですか、うんうんうん、誰だって言いますよ、うんうんうん、ね、困ってる人がいたら助けたいですよね、うんまあ、そりゃそうですよね、うん、言いますよ、はい、でも例えばそういった影響で何が起きるかって言ったら、うんうん、女性トイレとか男性トイレもミックスにしちゃって誰でもトイレしかないです、うん、女性専用、女性だけが入れるトイレがないですってなったらどうですかっていうアンケートしたら、そりゃ困りますっていう人がもうほとんどでしたよ、うん、であるならば、うん、なんで議員はそんな思いっきりご了承するわけ。いや多分ね、そんなことしたら区民が怒るじゃん。あのね多分ね、うん、あのこういう条例を作ってもそういうことは起こらないって思ってるんです。ああ怒る、うん、要するに怒る証拠とかエビデンスとかないでしょって言うんです、うん、要するに、まあ、直接じゃあそれ証拠あるんですか矢野さん、そう言いますけど、うんうん、だってアメリカ先にやってるから事例あるじゃない事例があるんですよと、うん、でもダメか。でもダメなんですよ。アホや、必ずしもそうなんだ。でも、うん、そう、あと2分になっちゃった。あと2分だったね、うん、でもまあそういうことをですね、やっぱり賛成とはやっぱり、うん、やっぱりね、最初のつあれですけど、僕たちはですね、うん、やっぱり言ってかないから、ね、転ばぬ先の杖というか、そうだね、うん、こうなることは分かっているから、うん、やっぱり早めに言いたいんです。で、そう、他の党の傾向としては、問題が起こって火が出てから火を消しましょうっていうことなんですよね。うんうん、だから僕らは火を、うん、あのそのね、火事を、うん、そもそもボヤを出さないようにしたいっていうのが僕らの考えなので、うん、そうだ、ちょっとそこら辺が、中車の件もそうだよ。同じ、うん、問題が出たら、どうせそうなるから、問題が出てきてから、問題出るから、うんうん、まあそういう意味では、うん、ある意味予言めいてるけど、大体当たるぞって話だよね。うん、そうですね。じゃあ、次回というか、はい、締めに行きましょうか。締めに行きましょう。はい、我々です。我々ね、国会図書館にこの間行ってきました。あ、はい。はい。それがですね、はい、豊散歩という番組で紹介されてますので、はいはい、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。こちらね、国会図書館でいろいろ調べてね、はい、はい、情報戦の教科書、うん、これ今ね、めちゃめちゃ今僕らが出た国会図書館編は今非常に人気だそうで、うん、あ、本当ですか、はい、嬉しい。見ていただければと思います。嬉しいです。あともう一個、はい、はい、4月7日これは私のお寺の方で学校で教えない日本の歴史ということをですね、うん、教える先生を呼んで勉強する会がありますので、よかったら、遊びに来ていただければと思います。4月7日、午後2時から、5時までということで、その後大体みんなでワイワイ飲むのでそこだけ参加していただいても結構でございます。いいですね、それだけ参加したいな。むしろ俺 そこが好きそこがメインですよ ね。はい、それではですね、皆さん、うん、お別れのお時間になってしまってしまいました。あ、もう ね早い、じゃあさ、うん、終わりのなんかこう、いや、メロディーポーズを決めたいんだよね、そろそろね。このあと40秒ぐらいで決めちゃおうか、うん、じゃあタイトルコールを言って、ぶった切るとかどうですか。あ、そうか。例えば、はいはい、ニュース目から、あ、分かった、ニュース目から鱗
これね、はい、この動きちょっと俺筋やられるかもしれない。ニュース目から鱗、ニュース目から鱗、ポロ区議会議員がふたけグダグダな。ちょっと考えましょう。考えましょう。次回まで考えましょう。次回まで考えます、はい。それでは皆さん、ありがとうございました。ということで、またまた。ニュース、目から鱗、区議会議員がぶった切るでした。どうもありがとうございました。バイバイ。